スフィンクスの謎参戦。スフィンクスとは、古代エジプトの古王国時代に作られ、ギザの三大ピラミッドのそばにある石像のことです。今回は、そんなピラミッドにまつわる謎を3つお届けします。2体目。古代エジプト人は二元論的信仰を持っていて、そのことは彼らの建築や芸術にも色濃く反映されています。そんな古代エジプトの文化と歴史を鑑みれば、スフィンクスは左右対称であるばかりでなく、全て2体のペアで存在しているのは自然のことと言えます。また二元論的信仰の他にも根拠はあり、ギザのスフィンクスの前足の間にあるトトメス4世によって設置されたとされる夢の碑文には紛れもなく2体のスフィンクスが描かれています。80万年前、定説ではスフィンクスの建造は紀元前2500年頃、第4王朝カフラーの命により、カフラー王のピラミッドとともに作られたとされています。しかし紀元前7000年頃や紀元前1万年頃に作られたという主張もあり、真実は未だ分かっていません。そんな中でもスフィンクスは80万年前に建造されたという仮説があります。この説はウクライナの研究者2人が提唱した説です。ウクライナの研究者は、これまでの説ではスフィンクスの頭部前面に水平な侵食がないことを説明できないと指摘し、このことを自然現象として説明するには考え方を大幅に変更する必要があると主張しました。そして彼らはそれが波による侵食であると結論付けました。実際にギザ台地の地質資料を精査したところ、先進ヨゴロナイル川流域に流入した海水が徐々に同期を浸水して、およそ80万年前の更新性カラブリアン期にはスフィンクスの最も高い位置にある侵食付近まで海面が上昇していたことが分かったとされています。宇宙人。仮に80万年前に建造されたとして、80万年前に現世人類は存在していません。この時代に存在したのはせいぜい直立二足歩行し始めたばかりの原人でしょう。そんな彼らがこれほどの巨大建造物を作ることができたのでしょうか。1976年 NASA のバイキング1号が撮影した写真に、火星の人面岩と呼ばれる奇妙な物体があります。この人面岩はしばしば火星のスフィンクスとも言われ、 UFO 研究家によって両者の関連が指摘されてきました。もしかしたら火星人がこのギザのスフィンクスを建造したのかもしれません。いかがでしたか。ぜひあなたの感想も教えてくださいね。